キテレツオムレツは日本のお笑いコンビ。かつての所属事務所は松竹芸能。2015年に松竹芸能タレントスクールでは津オとチバナが出会い、二人ともソフトボール経験者ということで意気投合し、2015年12月15日に結成。スクール卒業後の2016年にプロデビュー。2017年途中まで大阪松竹。その後は、 東京小地区に所属。ネタは漫才、本と共に演じている。ソフトボール経験者として2020年東京オリンピックに向けてソフトボール日本代表チームを盛り上げようと代表選手らや競技の魅力などをツイッター、YouTube、開演性交流サイトなどの SNS で発信して応援するという活動もしている。そして競技の普及イベントにも頻繁に登場。 2019年8月には2019ジャパンカップ国際女子ソフトボール大会員高崎の初戦の日本対チェコ戦で始球式を務めボールのかぶり物姿で臨んだその草の根活動としてとにかく球場に足を運ぶことを目標としレンタカーに乗って時には車中泊もしながら二人で全国を巡っているそして自作のソフトボールの玉のかぶり物で観戦している そして2020年4月までにこれに使った費用は200万円を超えたという。そしてそのうち二人の活動がソフト大好き芸人として選手や監督らの目にも止まるようになり2018年8月に千葉県で行われた世界女子ソフトボール選手権大会に応援に行った際に元日本代表監督の内木妙子と話す機会に恵まれた。なお、 うつきとの交流はその後も続いているという。2020年7月31日をもって5年間所属していた小竹芸能を退所。コンビでの活動はそのまま継続していたが、同年12月いっぱいをもって解散を発表。それぞれ芸人は続ける。2021年1月1日から、初は芸名を初ぞの殿に改名したことを発表。同年。 プライム所属となる。千ばなは2020年10月から教員として、勤務2021年4月に復帰。千奈ちゃん名義で FM な覇番組に出演している。ありがとうございます。